パッと見シャインマスカット感はわからないですが、結構でもゴロゴロ大きめですね。では合わせていきましょう。いや、これは絶対合うでしょう。どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回もやっていきましょう。秋には秋スイーツ&ウイスキーということで、最高のペアリングはどれだ？ファミリーマート編をお届けしていきたいと思います。今回はファミリーマートに売っていたスイーツ、そして最近登場した秋スイーツ特集ということで、5つの美味しそうなスイーツと、それに合いそうなウイスキー、それぞれね、5つ厳選してまいりました。先日はセブンイレブン編、そしてローソン編とお届けしてきたんですが、いよいよリクエストでもありましたファミリーマート編をお届けしていきたいと思います。正直ファミマのね、スイーツコーナー行ってみたら、美味しそうなものばっかりだったので、自称セブン大好き、自称セブンアンバサダーの私としましても、かなりね、迷いましたね。今回選んできた5つのスイーツなんですけれども、ほとんどがね、9月中に発売されたものばかりでございますので、お近くでファミリーマートがあるという方はですね、見かけた際に光の速さで試してみてほしいなと思います。今回の選出も完全に私の独断と偏見と経験と妄想になりますが、事前に合わせておすすめ紹介というよりも、今回のこの動画を通じて合わせてみて、どれが美味しいかっていうのを検証、紹介していきたいと思います。他にも前回のセブンイレブン編やローソン編などは概要欄にまとめてありますので、近くにあるコンビニに合わせてですね、ご視聴いただけると嬉しいです。それではまずは5つの今回のコンビニスイーツ紹介していきましょう。さて、今回こちらのね、5種類を味わっていきたいと思います。いずれもね、初めて食べるのですごい楽しみですね。それぞれ順番にスイーツの紹介、それからどんなウイスキーを合わせたいかというのも順番に一つ一つね、紹介していきたいと思いますので、気になったスイーツがあればぜひとも試していただきたいです。それでは早速、それぞれの順番のスイーツ紹介と実際のウイスキーとのテイスティング合わせていきましょう。さあ、まず合わせていきたいスイーツがこちらでございます。アールグレイ香る紅茶のバームクーヘンということで、これね、見た瞬間、うわー、秋っぽくていいなーと思ったんですよね。なんと9月21日登場の新作スイーツの一つでございます。中にはね、アールグレイの紅茶を練り込んで焼き上げたバームクーヘンと、それからね、この中、実際にこれ色違いなのかなと思いきや、ただね、これ中にちゃんと紅茶風味のクリームが入ってるそうなんですね。まさに紅茶のクリーム、そして紅茶の練り込まれたバームクーヘン、これがね、口いっぱいに華やかな香りが広がるんじゃないかなと思います。そしてこの紅茶のバームクーヘンと合わせたいウイスキーはこちら、久しぶりの登場のブレンデッドスコッチウイスキーグランツをいただいていきたいと思います。これね、見た瞬間、グランツかシーバスリーガル12年の水ならか迷ったんですけれども、前回ね、シーバスの水なら登場しましたので、今回はもっとお手頃のブレンデッドスコッチグランツをいただいていきたいと思います。これはね、まさにグレンフィディックなどをはじめとするウィリアム・グラント&サンズ社のウイスキーなどが中心にブレンドされていますし、それからね、フルーティーさ、それからリンゴのような香り立ちや、紅茶を思わせる風味があるともよく語られている一方なんですね。そんな点からですね、華やかな香りを持つグランツと、そしてこの紅茶の香りがいっぱい広がるであろうバームクーヘン、合わせていきたいと思います。はい、こちらが中身ですね。すごい、結構ボリュームありますね。ローソンのプレミアムロールケーキのようにですね、かなり外側のバームクーヘンもしっかり、中のクリームもたっぷりでございます。それでは早速合わせていきましょう。あ、やっぱこのしっとりとしたバームクーヘンいいですね。クリームふわふわですよ。はい、今回もたっぷりとこの紅茶クリームをつけていただきたいと思います。ではいただきます。あ、これ美味しいですね。ほんと大人の味っていう感じで、あんまりこう甘すぎなくて美味しいです。ちょっとクリームがビターなのかな。最初クリームがね、結構もっさり甘いかなと思ったんですけども、周りのね、バームクーヘンにこの紅茶が練り込まれてるということでね、すごくね、香りがやっぱ華やかで、あまりこう重たくなくて余韻が綺麗ですね。さあ、この禁断の組み合わせということでね、かけちゃいたいと思います。うわー、これは美味しそうですね。早速いただいていきましょう。うわー、ウイスキーかけたことでトロトロですよ。では食べていきましょう。あー、これは、いいですね。これもまたね、すごく上品で美味しいなと思います。なんでしょうね、途中まで結構やっぱ紅茶の風味がしっかりしてるので、ウイスキーに負けずにね、ちゃんと華やかな紅茶の風味がふわーっと抜けてくるんですけれども、最後の余韻のところにね、ちょっとグランツが顔を出すかなってイメージですね。ちょっとこうリンゴとか蜂蜜とかを最後にちょっと感じさせるようなですね、そういうフルーティーさとかコクみたいな部分がよく見えてくるので、
もう一段階ね、すごく品のいい甘さになったようなイメージがありますね。いや、これはすごくいい組み合わせです。さあ、続いての一品がこちら、ふわほろエアインチョコサンドということで、これはね、特に9月発売とは書いてなかったんですが、見た瞬間に、あ、これウイスキーと合いそうだなと思ってね、思わず手に取ってしまいました。見た目ね、結構シンプルで、いわゆるこうクリームサンドというか、クッキーにサンドされてるんですよね。クッキー生地に、そしてここにクリーム、チョコレートということで、見た目もシンプルで、あまりこう難しく考えずにウイスキーと割と何でも合わせやすいんじゃないかなと思います。今回選んできたウイスキーはこちら、ブレンデッドスコッチウイスキーバランタイン7年ですね。2021年に発売になって結構話題になった新ボトルのバランタインなんですけども、もともとバランタインの原点となるのが7年、このね、年数表記の原点は7年ということで、2021年に登場いたしました。ちょっとね、今までの12年とか17年と違うね、若干こう焦げ感というかね、ビター感みたいのがあって、すごくね、大人なバランタインだなってイメージだったんですよね。チョコレートとかコーヒーとかローストしたアーモンドみたいな、そういう印象がありましたので、このビターでちょっとしっとり甘口な落ち着いた風味のバランタイン7年と、まさにこの王道なね、チョコレートやクッキー、クリーム、これらとね、合わせていきたいと思います。はい、こちらがふわほろエアインチョコサンドということで、見るとね、結構断面のクッキーすごい分厚いですよね。これだったらあんまりチョコレートとクリームが重すぎなくて、むしろこのクッキーの部分にウイスキーが染み込んでね、すごくマイルドになるんじゃないかなと思います。これは期待大ですね。ということで、ふわほろエアインチョコサンドいただきます。これはちょっと美味しそうですね。これザクザク系のお菓子好きなんですよね。うん、これは、うわ、これすっごく好きな食感ですね。本当にふわほろっていうのがしっくりきます。いわゆるこうね、よくあるザクザクのクッキー、結構噛み応えがあるクッキーというよりかは、空気が含まれたようなね、すごく優しい食感なんですよ。しかもこの分厚いチョコレートがまたいいんですよね。噛んだ瞬間にチョコレートのパキッとね、割れる音と、このね、クッキーのふわふわサクサク感がたまらないです。いや、これはね、シンプルな結構わかりやすいおつまみなのかなと思いきや、奥が深い。そこにバランタイン7年いただきます。うん、これはうまい。キャラメル感がすごく増しますね。割とメープルシロップみたいなイメージもありますし、チョコソースみたいなね、すごくマイルドでクリーミーさがぐっと一段階深くなりますね。これそれこそ一口ごとに飲むウイスキーを変えてみてですね、いろいろマリアージュを試してみるのもいいんじゃないかなと思います。結構ね、一本あたり結構サイズ感もありますので、それぞれ合わせるウイスキーをちょっとずつ変えながら組み合わせるっていうのも良さそうですね。さあ、合計3つ目のスイーツがこちら。今回のね、これダークホースなんじゃないかなと思います。シャインマスカット大福ということで、えっと思ってね、思わずこれもうインパクト大で手に取ってしまいました。今回の変わり種スイーツなんじゃないかなと思います。なんとシャインマスカット丸々一粒が入ってて、白あんの大福なんですよね。これはね、この果汁感あふれるね、フレッシュなシャインマスカットの甘酸っぱさと、そしてこの白あんのほっこり優しい滑らかな風味、これはね、わりかしこうスコッチでもジャパニーズでも何でも合わせられそうかなと思ったんですが、そこで今回選んできたのはこちら。さあ、今回このダークホースに合わせていくのはこちらでございます。ブレンデッドモルトウイスキー、通称トリプルモルトのモンキーショルダーでございます。このね、お猿さんのチャームが可愛いですよね。もう残りほんとわずかしかないんですけれども、このモンキーショルダー、今回ね、悩んだんですけども、これしかないなと思ってね、こちらを今回厳選して選んでまいりました。というのも、このモンキーショルダーはですね、最初に出てきたグランツみたいに、ウィリアム・グラント&サンズ社で製造されてまして、グレンフィディックをはじめとするね、3つの蒸留所のモルトウイスキーをブレンドされているブレンデッドモルトなんですね。香りがね、本当に華やかで、ちょっとこう、洋梨とか青リンゴとかね、プラムっぽい印象もありますし、まさにこうグレンフィディックのフルーティーさをぐっと詰めながら、もっとマイルドで飲みやすく、お値段も少し手頃に楽しめるウイスキーということで、かなりね、これ隠れたいい銘柄なんですよね。はい、シャインマスカット大福、こちら。なんか見た目すごいですね、このなんとも。パッと見シャインマスカット感はわからないですが、結構でもゴロゴロ大きめですね。では合わせていきましょう。ちょっと今回はフォークでいただいていきます。いや、ちょっとね、断面見せるのもあれですけども、見てください、これ。もう、ゴロッと、シャインマスカットが一粒丸々入ってますよ。いや、これは贅沢ですね。では、早速合わせていきましょう。あ、なるほど。結構ね、この周りの皮の部分とか、あんのところで、ウイスキーがせき止められてしまって、なかなか染み込まないんですが、ちょっとこの断面のところですね、実際、
このシャインマスカットに馴染むようにかけていきたいと思います。いや、これは絶対合うでしょう。ではもう思い切って一口でいっちゃいます。なるほど、これは結構意外な発見と言いますか、この、ね、あんの部分のまろやかさと馴染んでですね、よりこのねシャインマスカットのフルーティーさとか、ちょっとこうみずみずしい果汁感っていうのがもっとねフレッシュに際立ってきますね。ジューシーさみたいなところがもっと上がったんじゃないかなと思います。これね結構意外な美味しさだったので試してみていただきたいですね。さあ合計すると4つ目がこちら、バタービスケットサンドのキャラメルナッツ味ということで、これねインパクトもすごいありますよね。見た瞬間に私としては、うわ、これは絶対バーボンウイスキーに合うだろうなと思った1個でございます。まずキャラメルにナッツ、クリームときたらこうバニラの香りですとか、まさにねバーボンに通ずるような特徴なんじゃないかなと思うんですよね。9月の21日に新登場のスイーツということで、分厚いクリーム、サクサクのクッキー、そしてこのナッツのねちょっとした食感をアクセントに、これはねバーボンと合わせていきたいと思います。合わせたいウイスキーはこちら、ケンタッキーバーボンのオールドグランダット114。いよいよやってまいりました、こちらですね。アルコール度数なんと 57% のパワフルなバーボンウイスキーなんですけれども、それをね感じさせないぐらい実はすごくまろやかで、ウイスキーファンの中から密かにね愛されている隠れた名酒でございます。スイーツの濃厚な甘みに負けない 57% のしっかり強めバーボンで合わせていきたいと思います。はい、こちら開封したバタービスケットサンドなんですけど、結構ビスケットはあれなんですね、こうシャープというか結構薄めのビスケットで、食感が結構しっかりしてるんですかね。何より中のクリームがかなり分厚いですね。これは楽しみ。いや、これはすごいボリュームですね。早速いただいていきましょう。うん、これ美味しいですね。思ったよりナッツの食感がしっかりしてるし、結構薄めのクッキーなのかなと思ったんですけど、ザクザク砕けてすごくホロホロしてますね。キャラメルのちょっとビターな印象と、このね細かなナッツが結構ざっくりたっぷり入ってて、かなりねウイスキーと合いそうな程よい甘みですね。ではここにオールドグランダット114を合わせていきたいと思います。いただきます。あー、これはちょっと優勝候補かもしれないですね。ちょっとね口の中にナッツのザクザク感というかゴロゴロ感は残るんですけども、このねクリームとナッツの香ばしさ、これがねやっぱこのオールドグランダットの持ってる華やかな香りと厚みのある味わいとかなり合いますね。全体的に本当にオールドグランダットがソースになっててですね、こう全体を包んでるようなイメージがありますし、程よいねこのバニラとかタルコーとかがねいいアクセントになってます。さあここまで4つ紹介してまいりましたけれども、気になったレシピございましたでしょうか。最後の1つはね見た目のインパクトがすごくて、思わずね最初に手に取った、まさに一目惚れをした1個でございます。それでは最後の紹介に行きましょう。さあいよいよ最後のスイーツがこちらでございます。レモンチーズのスフレプリンですね。プリンはね過去にもウイスキーと相性いいですよって紹介したことあるんですが、今回はレモンの甘酸っぱさとそれからチーズが使われたねこのプリンということで、うわ、この上のスフレのふわふわ感にウイスキーが染み込んで、とんでもない相性の良さをね叩き出すんじゃないかなと思います。それでは開けていきましょう。はい、こちらが開封後の見た目、すごいボリューム感ですね。これね地域ごとによってプリンのタイプが違うみたいでして、東日本ではレモンとチーズで爽やかに楽しめるスフレプリンが買えるようです。こちらですねレモンゼリー入りチーズプリンなんですね。これはもうまさにスコッチのフルーティー系で、優しい味わいのウイスキーと合わせたら合うんじゃないかなということで、最後の銘柄はこちら。さあ最後の一本がこちらでございます。スコットランドのシングルモルトウイスキーアンノック12年でございます。いやー来ましたねこのアンノック。アンノックがねこれ最初に見た時に絶対合うだろうなと思ってこちらをね選んでまいりました。このアンノックの素朴で優しい風味とですね、レモンですとか白いお花を連想させるような香り、それからバニラ香であったりとか、このねあまりこう主張が強すぎない落ち着いた風味というのは、このスフレのね優しい甘みであったりとか、このプリンにしっとりと馴染んでいくんじゃないかなということで、最後の組み合わせやっていきましょう。ではまずはスフレプリンを一口いただきます。うわ、すごい、見てください、これふわふわサクサクですよ。そしてねこの中にちょっとレモンの層ですかね、こう何層かになってますね。ではいただいていきましょう。あ、これは美味しい。ちょっとね懐かしのあのレモン牛乳みたいな風味とか、それからちょっとミルク製液系のですね
なんとも優しくてすごくこう懐かしい味わいですね。チーズのまろやかな風味とかすかなレモンの酸味がちょうどいいアクセントになってて、そこをねこのスフレが包み込んでるので、意外とねボリュームの割には一口一口はそんなに重たくないかなっていうイメージです。じゃあそこでこちらのねアンノック12年合わせていきましょう。まずはスフレプリンを一口。いやこれは楽しみですね。ではいただきます。うん、いやこれはねかなりマイルドで絡み合いますね。ちょっとこうアンノックの奥の方にあるバニラとかちょっと穀物の風味であったりとかクッキーみたいな風味がふわっと立ち上がってきて、もう本当にこの最初から組み合わせとしてできてるんじゃないかなぐらいかなり相性がいいですね。結構チーズのまろやかさに癖があるかなと思ったんですが、そこをアンノックが包んでいて、よりこのスフレの甘みとかなりマッチします。これもそれこそアイスクリームとかの組み合わせでありそうなイメージですかね。レモンとバニラだったりレモンと牛乳だったりとかっていうところのアイスクリームにアンノックをかけたような、そういうイメージですね。では恒例の最後の一たらしやっていきましょう。さあこのレモンの上のスフレとですね、そして中のプリンにどっちにもかけてますので、こちらをいただいていきたいと思います。うわーもうほろほろ、いただきます。うん、もう全体的な調和がすごいですね。本当にスフレにしっとりとアンノックが染み込んで、そしてこの中のねチーズのほのかなねコクやまろやかさ、本当にこのアンノックの風味を引き立ててますね。アンノック自体の味わいがもっとこう一段階濃厚になってるようなイメージがありますし、本当にね大人の優しいプリンだなってイメージが湧きました。皆さんは今回の5つのレシピの中でどれが気になりましたでしょうか。ファミリーマートでね実際試してみたよっていう方も同じくコメント欄でお待ちしてますので、よかったら皆さんお近くでファミリーマートをお見かけの際には光の速さでね試してみていただきたいなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はファミリーマートの秋スイーツ&ウイスキーということで、これは合いそうだなっていう組み合わせをピックアップして紹介してきたんですけれども、今日の中での MVP を決めるんだったらかなり難しいですね。味わいもイメージしやすいんじゃないかなっていうのは4つ目のねバタービスケットサンドとこのねオールドグランダット、これね良かったですね。意外とバタービスケットサンドがねそこまで甘みがしつこくないくらい、ちょうど良いね甘さとビター感とナッツの食感のゴロゴロ感が良かったので、そこにねこのオールドグランダットの甘みがさらにもう一層加わって、かなり濃厚しっかりめのデザートになりました。ただ若干このねナッツのゴロゴロ感が口の中に残るので、そこが気になる方もいらっしゃるかもしれないですね。バランスがすごくいいなと思ったのはやっぱり最後のアンノックとスフレプリン、これはねもうまさにレモンとかチーズとかそれからスフレの柔らかい風味というのがこのねアンノックの甘さと全体的に本当にね違和感なく調和してたので、バランスの良さとかまろやかさとか味わいのその一体感っていう点でいうと本当素晴らしい組み合わせだと思います。はい、ということでこのように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方やがっつりレビュー系何千といった動画数々上げております。他にも YouTube 以外ですと音声配信のサブチャンネル、スタンド FM、ボイシーといった媒体でもお話ししておりますので、よかったらね毎日更新でながら聞きでお楽しみいただけると嬉しいです。今日紹介したウイスキーやスイーツの情報、そして関連動画などは全部ね概要欄に貼ってありますので、そちらにも遊びに来ていただけると嬉しいです。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。